ハイビー・プレディス・エンターテインメント・プレディス・エンターテインメントは、韓国の芸能企画事務所である。ハイビー・ラベルズ参加。アフターズクル、ニューイースト、セブンティーン、フロミス・ Q などが所属している。国立舞踊団の団員として、経験を積んだ元舞踏家のハンソンスが、30代で、大手事務所の SM エンターテインメントに、マネージャーとして入所し、ドアなどのアーティストを担当。 その後2007年に、ソン・ダムビトボアのバックダンサーとして活動していた、カヒを要して、プレディスエンターテインメントを設立した。当初は、事務所としての建物はなく、レッスンを行うための練習場があるのみだった。同年、初の所属アーティストとして、女性ソロ歌手のソン・ダムビト契約。2009年1月5日、初のアイドルグループとして、カヒをリーダーとする。 ガールズグループアフターズクルを輩出。翌年6月17日、派生ユニットであるオレンジキャラメルを輩出。兼任メンバーのナナのみが2017年11月20日にプレディスとの再契約を締結した。2010年冬、ファーストチャリティーアルバムハッピープレディスを発売。翌年冬、セカンドチャリティーアルバムハッピープレディス2011を発売。ソンダムビー。 アフターズクルに加え、後にニューイーストとしてデビューするメンバーや、ハロービネスとしてデビューするユアラが参加した。また、収益の一部をユニセフへ寄付した。2012年3月15日、5人組、ボーイズグループニューイーストを輩出。2012年5月9日、ファンテイジオとの共同6人組ガールズグループ、ハロービネスを輩出。しかし、 2014年7月31日に、プレディス所属のメンバーである、ユアラとユンジョがグループを脱退したため、同グループはファンテージを所属となった。2015年5月26日、13人組、ボーイズグループセブンティーンを廃出。デビュー7年目を迎えた2021年7月19日には、13人のメンバー全員と再契約を締結したことを発表した。 2016年3月23日、プレディスガールズという歌唱でガールズグループの結成を発表し、翌年3月21日、10人組ガールズグループプリスティンを輩出。2年間の活動を経て、2019年5月24日に同グループは解散した。元メンバーのギョルギョン、ソミヨン、イエハラは解散後もソロとしてプレディスに在籍している。 2020年5月25日、ビッグヒットエンターテイメントによる買収が開始し、同年10月18日に完了。翌年3月22日、プレディスを含むビッグヒットラベルズの各レーベルがハイビーの新本社となる、辰山区の辰山トレードセンターへ移転した。2021年8月16日、9人組、ガールズグループフロミス9が、 オフザレコードエンターテイメントより遺ありがとうございます。